それではファイナリストチームの代表の皆さん、そしてプレゼンターの皆様、ご登壇ください。それでは審査結果が審査担当より今こちらに届きました。それでは茨城大学放送研究会の斉藤さんからいただきますか。これから3位の優秀賞から準大賞、大賞の順に発表していきたいと思います。発表は恒例のチームさんの演舞曲を流すスタイルでいきますので、よーく耳を澄まして聞いていてくださいね。それでは第21回ひたちの国うさこい祭り第3位となります。優秀賞から発表していきたいと思います。優秀賞はこの曲のチームです。第21回ひたちの国よさこい祭り準大賞はこの曲のチームです。それではチームリエゾーの皆さん、代表の方は参りしてください。プレゼンターは茨城県議会副議長西野一恵様よりお願いいたします。少女常ひたちの国よさこい準大賞チームリエゾー、あなたは第21回ひたちの国よさこい茨城大会において当初の成績を参考でご了承します。令和6年5月19日茨城県議会議長半村昇代です。ありがとうございます。
チームリエゾーの皆さん、おめでとうございます。さて、それでは待ちに待った大賞の発表に移りたいと思います。皆さん、心の準備はできてますか？それではいきます。よく耳を澄ましておいてくださいね。よさこい祭りの頂点に立ちます第21回日立のよさこい祭り大賞はこの曲のチームです。あなたは第21回日立の国よさこい祭りにおいて当初の成績を収めたのでこれを称します。令和6年5月19日茨城県知事小岩和彦です。おめでとうございます。愛武道行司の皆さん、おめでとうございます。この後、愛武道行司の皆さんには大賞演舞がございますので演舞の準備をお願いします。続きまして、4位から9位の発表を行いたいと思います。4位、水戸藩よさこい連。5位、日立の国大五連。6位、和立。福島学生原始シード。8位キリキリ前。9位ライブとなりました。皆さん本当におめでとうございます。ここで日立の国よさこい祭り大会会長であります笠井秀夫より御礼のご挨拶を申し上げます。笠井会長、お願いいたします。はい、本日はですね、最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。そして王子の皆様、大賞おめでとうございます。今回はですね、順位はついてるんですけれども、本当にですね、もうファイナルの皆さんの演舞はですね、もう本当に高をつけがたくてですね、みんな本当10点を全部つけたいぐらいだという話を審査員の皆さんもしてましてですね、本当に審査だったのかなと思いますが、本当にですね、素晴らしい演舞、もう予選からですね、本当に今日はファイナルなんじゃないかっていうぐらいですね、素晴らしい演舞で、皆さんをですね、魅了していただきました。本当にありがとうございました。そして、こんなにたくさんのですね、皆さんが最後までですね、ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。今年で21回ということで、大会をやってまいりましたけれども、21回見てる中でですね、本当にいろんなことがあったですね。今年はたくさん大変なこともありました。とってもですね、今この瞬間を迎えることがですね、できまして、本当に私は感動しております。本当にですね、スタッフの皆さん、地域の皆様、それからご協力いただいたたくさんの皆さん、そして参加していただいたチームの皆さんにですね、本当に心からお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
にですね、また来年も頑張ってまいりますので、この大魔神にですね、またこうして皆さん元気にですねご参集いただきまして、楽しいよさこい祭り第22回23回とですね続けられるように頑張ってまいりますので、どうぞご支援のほどよろしくお願い申し上げまして、御礼の言葉と伝えさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上で表彰式を終了いたします。プレゼンターの皆さん、チームの皆さん、どうぞご登壇ください。普通にいるから、普通に後ろで見ようか。